まあ、これから残りのシーズン、まあ、エクマルコスに関してはもちろん優勝、まあ、そして湘南は残留というところの争いがあるわけですけれども、まあ、5試合で1勝にとどまっているというのが今の状況です。さあ笛が吹かれました。前半は左にエンド、青いシャツ、小池のスローイン、アンデルソン・ロペスの落とし、水沼かわす、水沼が行く、水沼、そしてエーベルから抜けてシュート、ナイスキーパー、アンデルソン・ロペスのシュート止めました。エーベル浮かしていきますが藤田までは届かず、高い位置で取って西村のシュート、待ってすぐにという形でしたけれども、後半の10分が経過をしています。もうエーベル、ここはバラダ、もうちょっとタッチが長くなったところ、アンデルソン・ロペス、そして抜ける西村、西村持っていく、大野が戻る、しかししっかりと決めていきました西村、先制横浜 F・ マリノスです。均衡を破れました。 0-0 が続いていてなかなか得点が来ませんでしたが、西村取りました。湘南としてはミスからでしたので、ね、非常にもったいない。エドワールド・リベリントン行く、長戸へ、前線のアンデルソン・ロペスにつながった、持ち出してシュートだ、ナイスキーパー。渡辺から中川に出て、中川からのこのボールニアで引っかかりますが、もう一度また中川倒れるが、あー PK 引きました。あの早かったですよね、またしっかりとまたプレスバックしてボール奪いに、しっかりと決めていきましたアンデルソン・ロペス、しっかりとゴールキーパーを見ながら自分のタイミングで蹴ってましたから、素晴らしいですね、はい、そのボールを拾っていきます、小池、そして中川、中川この位置から狙っていて決まった、デビュー戦で早速ゴールです。ヤン・マテウス、追加点横浜 F・ マリノス、挨拶代わりの得点になりました。デビュー戦ヤン・マテウスです。マテウスをうまく使いましたし、マテウスも左足綺麗に振り抜きましたね。惜しかった得点、そしてここで長い笛が吹かれました。公式戦5試合勝利から遠ざかっていた F・ マリノス。